早速稽古をつけてもらいなさい。はい、はい。いやー、実に驚くべき技だ。版画だとはまさにあれのことだな。ああ、日本広しといえども上柴先生の柔術にかなう武術はまあめったにないだろうな。よし、帰ったら上柴流柔術に乾杯と行こう。はっ。わしと一緒に来てくれ。せっかくやが、俺は異種異婚の試合はせんのや。私は断る。そうじゃないんだ。峰が貴様に会いたがってるんだ。お峰はんが？あ、ここに着いたら急に容態が変わったんだ。ぜひ会ってやってくれ。見ね、しっかりするんだ。上柴が来てくれたぞ。お姉さん、わかるか。上柴だ。お姉さん、元気出すんや。今北海道の夢は見とりました。開拓村の夢、楽しかった。行けるよ。みんなで。あ、みんな一緒や。貴様が好きだったらしい。何を言うんや。お峰藩は貴様の腕の中で貴様の妻として死んでいったんや。上柴、分かってると思うが、俺は兄の恨みを晴らすために来たんだ。だがその気持ちももう消え失せたよ。お峰は死ぬ間際に何を言いたかったのか俺には分かってる。お峰は俺たちに争いはやめろと、
そう言いたかったんだ。貴様はだいぶ腕を上げたそうだな。俺も俺なりに修行はしてきたつもりだ。どうだ上島、改めて武術家としての果たし合いを申し入れたい。ええやろ。俺がここまで慣れたんも貴様に手痛い敗北を期して発奮したからや。そういうことなら喜んで相手をしよう。上島、今からではどうだ。よし、本宮山へ行こう。新兵衛先生、俺はこれから上柴と試合をする。手出しをしたら俺が許さんぞ。先生すいません。殺してからだ。来い。